はい、よろしくお願いします。今回はスーさんの数列の極限6無限等比数列についてお送りします。で、前回から無限等比数列が始まりまして、で、今回この2もやっていきます。なので、まずここでね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず無限等比数列、まあ基礎的なところっていうのは前回やってますので、まあそっちをまあ一回確認してもらったからの方がいいかなとは思うんですけど、今回の問題の特徴は R の N 乗だから、公比が定まってないのが両方入ってます。で、こういうタイプは何をするかっていうと、場合分けをします。場合分けね。で、それをやるためには、まあ前回の動画でやったように、 R がどういう時に何に収束するとか、R がどういう時に発散してしまうっていうのをまず覚える必要があります。いいかな。で、先に言っとくと、これ場合分け4つです。基本的には、基本的には4つで、どのパターンかっていうと、絶対値 R が1より小さい時で、逆もあります。絶対値 R が1より大きい時、あとは R が1の時と R がイコールマイナス1の時、基本的にこの4つだと思っといてください。ちょっと囲っとくね。この4つです。ただし、1番に関しては、R が、もっとイコールマイナス1が先に指定されているので、まあ、これはやらなくていいと。つまり3パターンですね。で、いいんですね。いいんですね。じゃない、いいんだよっていうね。で、じゃあまずやっていきましょう。まず、場合分け1ですね。じゃ絶対値 R が、小なり1。この時です。で、これは、公比が、まあ、マイナス1から1の間の時はどうなるかっていうと、これはですね、前回やったように、最終的に0に収束します。その R の N 乗が。の時、だから、つまりこれの時、ちょっと、インクがね、薄くてごめん。リミット、N が無限大、R の N 乗。今、ここにね、R の N 乗が入ってるので、こいつは、0になると。いい？だから、この全体の、リミット、これは様式でも多分ね、いけると思うんですけど、一応書いておきますね。1-R の N 乗に関しては、この R の N 乗が0になるので、1+0(1-0)、つまり1分の1になるから、結局、こいつは1に収束しますよっていう。この時はね。という風になります。で、これ場合分け1が終了。じゃあ2行きましょう。2。で、次は、じゃあ R イコール1にしようか。この時ですね。で、この時はもう R 公比が1です。だから、まあ一応ね、書きましょうか。公比が1ってことは R の N 乗、つまり1の N 乗だから当然1になります。R の N 乗ね。だから、下がいける。まあ、与えられてた式ですね。1。ここは大変だね。1+R の N 乗分の、1。マイナス R の N 乗。これが1になるんで、1+1分の1-1。2分の0なんで、つまりこれ0に収束しますよっていう。これで場合分け2が終了となります。ではね、右上行って場合分け3行きましょう。で、ここですね。ここがちょっとポイントなんですけど、絶対値 R が大なり1。この時ですね。で、この時っていうのは、もともと、R、公比が1より大きい時。まあこれって R が1より大きい時と、マイナス1より小さい時。まあこれが組み合わせたものがこれで表されるんですけど、公比が1より大きければ、プラス方向に発散ですね。無限大に。こう発散していくと。で、この時は拡散です。あ、わかるんだよ、お前。まじだ。振動です。いや、つまり両方とも収束しないっていうね。発散するよっていうんで、まあ、セットにしちゃってるんですが、この時は、これを使います。この時、R の N 乗分の1。これを考えます。リミット、N がね、無限大の時の R、N 乗分の1。これが、0に収束します。これをうまく使ってください。
で、なんでかっていうと、まず、まあ、この時だとしても、この時だとしても N 乗していきますよね。例えば、R が、1より大きい3とかにしようか。3の N 乗だったら、まあ、3、9、27ってどんどん増えていくと。つまり、こう書いてしまえば、分母が増え続けるんで、当然0に収束します。この形だったらね、下がどんどん大きくなるわけだから。じゃあ、こっちは、例えばじゃあ、マイナス3とかにしましょうか。こうした場合、まあ、マイナスプラスって符号はね、変わってってしまうんですけど、3の部分は、3、9、27。まあ、マイナスだろうが、プラスだろうが、結局分母が大きくなっていく。プラス方向がマイナス方向は分からなくても。だから結局大きくなるから、これの時も絶対0に収束するのね。このリミット、RN 乗分の1の形にしてしまえば。だから、その形を使いたいと。なので、これを変形していきます。リミット。じゃあ一応書くかな。入りそうだしね。で、N 乗、イコール、ちょ、下行こうか。で、これをですね、全体 R の N 乗で割ってください。そうすると、R の N 乗分の1プラス1ですね。で、上も R の N 乗分の1マイナス1とこうなります。で、そうすると、R の N 乗分の1が0って置き換えることができるので、1分のマイナス1。つまり、この時はマイナス1に収束しますよっていう。だから、この時、ちょっとね、答え最後多分まとめて書けって言われたら書いて。この時、これ。この時、これ。この時、これ書けって言われたら書いてほしいんですけど、ちょっとね、わかりやすくこうしとくわ。この時が、こうで、この時が、こう。で、この時が、こう。これは3箇所がセットで正解という風になります。いいかな。まあ、こんな感じでやってみてください。で、まあ、2番も同じです。ただ、こっちは R イコール、ノットイコールマイナス1が書いてないんで、倍額が4つになります。まあ、一番オーソドックスな倍額の数ですね。まあ、問題は入るかどうかっていうところはありますけど。じゃ、まずここから行きましょう。小なり1ですね。で、この時は同じこれです。どうしようかな。ちょっと省略していくか。同じく、これの時はこれが使えるので、先も言っちゃいますね。リミット N、無限大、あ、なんでもない。今、使うものが違うからね、書いていこう。ちゃんと書くと、R の 2N 乗と、今回使ってるのが2つあったね。2N プラス1乗、それぞれあるので、それぞれ書きます。テストの時、途中式書かされるから、この問題ね。で、R が0より、あ、まあ、1より、こう、マイナス1から1かの範囲に入ってるので、まあ、2N 乗だろうが、2N プラス1乗だろうが、関係なく0収束です。こうなる。つまり、より、リミット、N 無限大、1プラス、R の 2N 乗、これ動画絶対長くなるわ。早くで見てね。こうなった場合、0と0に置き換えられるので、1分の0になっちゃうから、0収束になりますと。これね。引いていこうか。この時が、まずこれですね。で、2番です。で、次 R イコール1の時ですね。1の時。で、これも1の時は、結局ね、これもこれも。まあ、書くか。ちょっとずるいね、いこうか。両方同じだからね。R、2N プラス1乗。結局、公比が1だったら両方絶対1になると。で、こうなるので、ギリだな。求めたかった、1プラス R の 2N 乗分の R の 2N プラス1乗。1と1置き換えれば2分の1になるので、ここは2分の1に収束、あーぶれしますよと。この時ね、が、こうなります。で、3番行きましょう。ちょっと上に上げようか。じゃあ、まあ、こう、順番で行こうかね。で、この時ですね。で、この時もさっきと同じです。これを使いたいので、
こうして R の 2N 乗分の1、これを書いておきます。で、2N プラス1乗分の1の方は使わないです。で、使わない理由は後ほど。で、これは結局ね、これがね、プラス発散してってしまうので0に収束すると、まあ、同じです。書くことはこことね。なので、与えられたやつこうですね。で、こういうのを全体割るとき、さっきはね、両方とも R の N 乗だったから気にしなかったんですけど、今2つ違うものがあると。で、その時は分母が主役になるので、分母の R の 2N 乗で割ってください、全体をね。そうすると R の 2N 乗分の1プラス1分の R の 2N 足す1乗っていうのは R の 2N 乗より R が1個多い状態ね。つまりこう R の 2N 乗かける R になってるわけ、上はね。それを R の 2N 乗で割るから、こいつ約分されちゃうけど R が残るからこうなります。いい。で、R の 2N プラス 2N 乗分の1だ。こいつは0収束なので分母は1、つまり1分の R になるから入るね。ここは R に収束します。こん時は R に収束と。で、ラストですね、4つ目、 R イコールマイナス1の時で、ここもちょっとねポイントになります、この問題はね。で、これ何がポイントかっていうと、まあ、同じようにさ、リミット N 無限大 R の 2N 乗と R の 2N プラス1乗を考えるんですけど、ここが違うんです、値が。さっきまでは両方0に収束とかさ、ここも両方とも1に収束ってなってたでしょ。でも違うの、これ 2N 乗の方は1なんだけど、こっちマイナス1なのね。なんでかっていうと、公比マイナス1でしょ。ここ 2N っていうのは偶数なんだよね。ここ偶数乗、マイナス1を2乗4乗したら1じゃんか絶対。でも 2N プラス1ってこれ奇数だから、3乗5乗してったら絶対マイナス1なんだよね。だからここが違うっていう、これ気をつけてください。で、まあね、ここだけ押さえてくれれば、1プラス R の 2N 乗分の 2N 足す1乗と。で、これが、R の 2N 乗が1、合ってるね、いいね、1で、上がマイナス1なので、マイナス2分の1か。なんで、こうなって、4つ場合分けね、終了と。この時はマイナス2分の1ですよで終了となります。ごちゃごちゃしちゃってほんと申し訳ないんですけど、基本的な場合分けはこの4つで考えてください。ただし、まあね、指定があったらカットされることもあります。で、まあ右の問題のこの 2N 乗と 2N プラス1乗が混ざったのはよく出てくるので、ここね、まあ、引っ掛けが何箇所かあるからさ、引っかかんないように注意してね、復習してみてください。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。